はい、タチャハオ、こんにちは、シャメイです。本日はメモリア第3章、野生のメモリア13話を見ていきたいと思います。さあ、良くない知らせとは一体。チャプター13、不吉な知らせ。みんな起きてたね。ちょうどよかった。ふわふわちゃん、ルートどこ行ってたの？村の外をぐるっと見回ってたんだ。僕一人なら誰にも気づかれないからね。山以上の無茶をするものだ。影の氏族は小さな獣も容赦なく狩るぞ。そうみたいだね。この近くにある村はめちゃくちゃに荒らされて誰もいなくなってたよ。え？昼間に襲われるとは誰も思ってなかったんだろう。逃げる隙もなくって感じだった。そうさな。ウサギ族の村じゃな。かなりの数の村人がおったはずじゃが、むごいことじゃ。明日の朝、草原の族長を集め、会合を開こう。皆を草原の外に逃がし、我ら戦士団は夜の国と戦うことを提案する。子供や戦う力のない獣たちを遠くに移住させるつもり？生ける屍となって、影の夜の国の奥底に引き込まれるより、草原を離れて生きていく方がよい。墓守には俺が会いに行こう。グラーガ殿、それでよいのですな。草原の危難を乗り越えるためだ。今この時に草原の外から客人が来たのも、外に目を向けようという精霊の導きだったのかもしれないな。父ちゃま、悲しい顔してる。真っ暗なのが暴れたから。だけど父ちゃまも兄ちゃまも強いから、真っ暗やっつけてくれるよね。もちろんだ。父さんがお前たちを守ってやる。父さんがいないところでは、ローガ、お前とヤーマが力を合わせて氏族を守るんだ。ソラ、お守りをやろう。どこにいても強く大きくなれるように。たてがみ飾りかな。かっこいいね、ローガ。うん、えへへ、父ちゃまの匂いがする。ユラ、すまないが、飾りをつけるのを手伝ってくれ。俺はどうも不器用でな。不器用ってか、その三つ編みとかもどうやってやったんだろうね。手は肉球でしょ？いいですよ。あれ、このお守りってまじない石がはめ込んであるの？はいはい。よく気づいたの。夜の国と戦う者は皆まじない石を身につけるようにしておるのじゃ。影の氏族をひるませるのはもちろん、影に取り込まれた時少しでも助けになるようにな。ローちゃんも戦えるよ。ガオ。ローちゃん可愛いの。意気込みはいいけど、たくさん寝ないと強くなれないぞ。その通りじゃな。じきに夜明けがやってくる。族長殿も休みなされ。俺はもう少ししたら休む。皆は先に行っててくれ。わしも残りますわい。
いや、ベドゥも休んでくれ。まじない石を直し、レーネの治療もしたのだろう。シャーマンが従前な状態でなければ、会合も危ういからな。グラーガ殿、無茶はいけませんぞ。そうだな。わかっているよ。ユラ、ルート、お前さんたちはわしのところに来なさい。ふわふわちゃんと一緒がいい。寝るところまでは送ってくから、枕にするのだけは勘弁してほしいな。レーネさんのところに連れて行ってあげるね。ほら、おいで、ローちゃん。わかったの。そっちに行ってたのか。見張りにローガの面倒まで見てもらっちまって悪いな。ううん、レーネさんの具合はどう？ベドゥの薬のおかげで痛みは引いてきたってさ。兄ちゃま、明日ね、父ちゃまが会合を開くって。族長の会合か。大きなことを決めるんだな。戦えない獣を避難させて夜の国と戦争するみたい。ヤーマはどうするの？決まってるだろ。俺も戦う。そうみたいにはなれなくったって、墓守に認めてもらえなくたって、俺は獅子族の戦士だ。敵から逃げたりするもんか。そうかな。墓守からは逃げたけどね。なんだと？あれは敵じゃないだろ。わあ。ローガ、寝るならここじゃなくて寝床に行けよ。ふわふわちゃんも。僕は忙しいからパス。ヤーマ、あとはよろしく。逃げたな。子供の相手はあんまり得意じゃないみたい。ルートもまだ子供だからかな。あいつ子供なのか？物知りみたいだからてっきり大人なのかと。そうそう、すごーく物知りなんだよ。それでいろいろと助けてもらってるんだ。ユニット、戦士の魂を呼び出す術もルートから教わったんだ。じゃああいつも使えるのか？ううん、やり方は知ってるけど得意じゃないって。そんなもんなのか。草原の外にもいろんなやつがいるんだな。俺と父さんが影に取り込まれても、ローガは草原の外でうまくやっていけるよな。もちろんそんなことにはならないように全力で戦うけどな。手伝うよ。できることは何でもするから。急に。なんだよこれさ、収拾つくのかな。これで13話だけど。本当は獣じゃないし、現実ではとっくに終わってしまった時間を覗いているだけだとしても、後悔しないようにやれることは全部やっておきたいからさ。ああ、何も知らなくて弱っちいやつだと思ってたけど、お前って結構根性あるもんな。ちゃんと草原の魂を受け継いでるんだ。頼りにしてるぜ、ユラ。ありがとう。ヤーマ、おやすみ。なんで礼を言うんだよ、変なやつ。あらあら。ヤーマは皆さんを連れて会合の大岩に向かったわ。大族長たちもすぐにお着きでしょう。
皆を集めたあなたが見回りで遅くなるなんて示しがつかないわよ。そうだな。何、すぐに追いつくさ。おーい、父ちゃま早いもん。そうとも、ローガ、お前の父は獅子の氏族で最も早く強い。だからこそ役目を果たすことができる。レイネ、後のことは任せたぞ。ええ、あなたがいない間、獅子の氏族と子供たちは私が守るわ。待っているから帰ってきてね。母ちゃま？ローガ、お前たちは草原の端に向かうんだ。そこで父さんと兄さんを待っていなさい。何もかも済んだら必ず迎えに行くから。わかったの。いいぞ。いい子だ。では行ってくる。え？今までの旅の記録を見てみる？あ、続きあるんだ。あ、わかったあ、なんか13話でなんかいつもね、今までのメモリア1章と2章はね、13話で終わりだったから、これで終わりなのかと思って。あ、じゃあちゃんと戦いまで行くのかな。じゃあですね、今日はですね、アプリ終了の関係で、ちょっと待って、終了の関係でガチャが確か1日10連無料って書いてあったはず。どれが無料のやつ、これか。メモリアガチャが10連1日無料なんですよ。というわけでやっていきます。10連じゃあこの辺はちょっと飛ばさせていただいて。お、この辺はまあまあ、ジャックバーさん、いいタイミングで出てきましたね。でもなんかジャックバーさん、そんな悪者に見えないんだよな、なんか。なんか理由があるんだろうね。この辺も初めて。カメさん。これも初めて出てきたさ。宇宙用心棒さん。これは？これは？あ！ミリッサさん出たじゃないですか。前ね、ミリッサさん狙いでね、延々と回してたんだけどね、違うものは結構出たんですけど、っていうことがありましたね。というわけで、今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。